どうも、ひろきです。ひろきの Vlog 見に来ていただき、本当にありがとうございます。今日はですね、娘のね、自転車のね、TS マークの保険加入証、これが期限切れてますんでね、今からね、更新に行ってきたいと思います。行こうか、かすみ。2022年の9月の20日台風過ぎて翌日です。いやいやいや、涼しくなりましたね。夕方のね、6時41分です。お、たこ焼き屋や。え、どこや。まだ向こうか。反対やん。渡らんでよかったやん。マジか、ここやろ、台湾。いや、前ね、別のとこあったんな。で、こっちへ移転したみたいでね。で、移転してから初めてや。よし、あそこの信号でもう一回渡ろうか。間に合うか。あがんな。ちょっと待ってようか。で、移転してね、初めてね、行くんですけどね。てっきりこの渡った方向にあんかなと思ったけど、渡らんでよかったよ。行きましょう。はい、ちょっとね、2、30分かかるみたいなんでね、ちょっと店内ね、ブラブラさせていただきます。はい、その前にですね、 TS マークの自転車保険っていうものが一体なんじゃら。はい、というわけでですね、ご説明させていただきたいと思います。 TS マークとは、自転車安全整備士の点検と整備を受けることで、自転車に貼り付けていただける赤と青のマークでございます。こちらでございます。はい、で、今回はですね、青マークとなっていますけれども、こちらの方を更新させていただきました。はい、で、この TS マークのメリットにつきましてですけれども、自転車事故で加害者になった際、賠償責任保障、加害者見舞い金、こちらはですね、赤色 TS マークのみとなっています。青にはついていません。はい、で、自転車事故で怪我をしてしまった際、傷害保障の保険がついていることです。自転車は身近な乗り物だからこそ、点検整備を受け、万が一に備えてはいかがでしょうか。保険料は自転車の点検整備料となり、代金の目安は店のね、整備代にもよりますが、1000円から2000円程度となっています。はい、TS マークのね、有効期限はですね、整備を受けてから1年間でございます。1年ごとに点検整備を受けることで、まあ安心してですね、自転車に乗ることができます。続きまして、 TS マーク保険の保証につきまして、簡単にご説明させていただきます。まず1つ目、傷害保証。こちらにつきましてですね、死亡、重度後遺症傷害、青色 TS マークにつきましてはですね、30万円の保証、赤色マークにつきましては100万円の保証となっています。で、傷害保証の入院につきましてはですね、15日以上の入院で、青色 TS マークにつきましては1万円、赤色 TS マークにつきましてはですね、10万円の保証がついてきます。続きまして、賠償責任保証につきましてはですね、死亡、重度後遺症傷害、こちらの青色 TS マークにつきましてはですね、1000万円の保証、赤色 TS マークにつきましてはですね、1億円の保証となっています。被害者見舞い金につきましてはですね、こちらはですね、第三者に、例えば歩行者とかとね、事故があり怪我をさせてしまった場合、こちらにつきましてはですね、相手方に見舞い金としましてですね、保証されるのですが、まあ、青色 TS マークにつきましてはですね、見舞い金制度はございません。しかしね、赤色 TS マークにつきましてはですね、10万円ですね、10万円の保証となっています。で、最後にですね、 TS マークの自転車保険の加入方法なんですけれども、自転車を購入した際に、まあ、一緒にですね、まあ、加入することができます。有効期限が1年
なので、まあ、継続するにはですね、自転車安全整備店であればですね、まあ、自転車を購入した店でもなく、点検整備を受けることができ、新たにですね、TS マーク自転車保険の更新手続きができるようです。はい。というわけでですね、まあ、自転車でね、事故を起こしてしまった、まあ、自分に過失がある場合はですね、まあ、損害賠償金もね、高額となります。過去の事例を見ると、賠償額がですね、1000万以上たケースもございますのでですね、万が一に備えてですね、TS マーク保険の方ですね、加入をお勧めいたします。以上、簡単な TS マーク保険のご説明でございました。それでは、引き続きご覧ください。どうぞ。はい、というわけでね、とりあえずね、保険も新たにね、加入できましたというわけで、さあ帰ろうか。はい、行こうか。500円で済んだな。これ曲がるよ。今回ね、更新代で500円、そしてね、電車のね、点検につきましてはですね、購入した時にそういうねプランに入ってましたんでね、無料でしていただきました。はい、ということでね、結局ねかかった費用が550円、いや1500円かかんかなと思ったんですけどね、ということでね、またね、新しい自転車ね買うときとか、あるいは同じお店でね、購入したいと思います。よし、お前帰り、ジュースでも買うて、帰ろうか。
チェル。はい。100円。お安いっすよ。